バーミングハム美術館はアラバマ州バーミングハムにある美術館である。1908年に設立されたバーミングハムアートクラブが元になっている。1927年にはバーミングハム公共図書館でコレクション展を開き、以後20年間コレクションを増やしていった。1950年になって運営委員会により美術館創設の計画が持ち上がり、 1951年4月には、視聴者の空き部屋で、バーミングハム美術館として、展覧会を開催する。美術館は、中国の陶器や日本の版画などの寄贈を受けて、所蔵品を増やしていった。1952年には、サミュエル・エイチ・クレスの財団から29点の、イタリアルネサンス絵画を長期にわたって寄与されることになる。1959年には、新しい建物、 オスカー・ウェルズ・メモリアル・ビルディングがオープンした。2000点近くの12世紀から現在までのブラックアフリカの美術品を所蔵している。彫刻、仮面、家具、儀式に使う品、テキスタイル、陶器や金属工芸品などがある。18世紀後半から20世紀半ばまで絵画や彫刻、素描や装飾美術品を所蔵している。油彩画にはギルバート・スチュワート、 チャイルド・ハッサム、ジョージ・ア・オキーフ、彫刻は、ハイラム・パワーズ、フレデリック・レミントン、また、ティファニーの工房や、フランク・ロイド・ライトも含まれている。また、アルバート・ビアスタットの、ルッキング・ダウン、ヨセミテ・バレー、カリフォルニアは、アメリカの風景画の中でも、最も重要な一枚の一つと考えられており、近年全米人文化学基金により、アメリカ美術傑作40点のうちの一つに、 選ばれた1951年の一般公開以来バーミングハム美術館は地元アラバマに関する美術品の展示、収集も行っている。アラバマ出身の画家の絵画や南部のキルト、アラバマの陶器等を所蔵している。バーミングハム美術館のアジア美術は中国、大韓民国、日本、インドからの品だけでなく、 アメリカで最も質の高いベトナム陶器のコレクションや仏教美術、ヒンズー美術なども有している。また、クレカン中の絵画など近代アジア美術も所蔵している。スミソニアン博物館からは16世紀から19世紀に作られた翡翠工芸品を長期で貸し出されている。絵画や彫刻、映像作品や写真、インスタレーションなどのコンテンポラリーアート部門には、 ジョアン・ミッチェル、アンディブ・オーホル、ビル・ビオラ、リンダ・ベングリス、ケリー・ジェームズ・マーシャル、カルム・ムイネス、グレース・ハーティガン、ラリー・リバース、ルイーズ・ネベルソン、フィリップ・ガストンなどの作品がある。クレス財団からのイタリアル・ネサンス絵画には、ピエトロ・ペルジーの、カナレト、パリス・ボルドーネなどがある。その他、ヤーコップ・ファンド・イスダール、フェルディナント・ボル、バルタザール・ファンデル・アスト、トマス・ゲインズ・バラ、 トマス・ローレンス、フランソワ・ユベール・ドルエ、ジャンバティスト・ウドリー、メアリー・カサット、ギュスターブ・クールベ、ジャンバティスト・カミ・ユー・コローなどの作品がある。磁器、ガラス、家具など1万2千点以上所蔵。19世紀ヨーロッパで作られた中鉄を使ったコレクションはアメリカ唯一である。また、ルイ14世及びルイ16世時代の家具、磁器、混同。 素描やウェジウッドのコレクションもある。ネイティブアメリカンの美術品も充実しており、ナバホ族のブランケットやラグ、プエブロの陶器、プレーンズインディアンのビーズ作品やシャーマンの頭飾りなどがある。コレクションはメソアメリカ、中央アメリカ、北部アンデスから集められている。その中には、サポテカ文明時代の陶器、マヤ文明時代の彫刻や陶器、ソーシング、 アステカの石でできた彫刻が含まれる。また、コスタリカやグアテマラ、パナマからの品々、士官文化時代の儀礼用の金の杯モチェ文化時代の陶器、古代ペルーの織物などもある。美術館の外には彫刻公園があり、フェルナンド・ボテロ、ジャック・リプシッツ、オーギスト・ロダンの作品だけでなくエリンジ・マーマンのリスス、ー、水壁とプールを組み合わせたバレリー・ジョードンのブルー、 プールズコートヤード2001年に美術館開館50周年を記念して作られたソルルウィットのバンズ・オブ・カラー・イン・バリアス・ディレクションズなどがある。ありがとうございます。